ました。続いてのステージはニューリリーアンサンブルの皆さんです。プロフィールをご紹介させていただきます。2012年に新百合ヶ丘で発足したワークショップ型ビッグバンドジャズ、みんなで楽しくアンサンブル、誰でも気軽に参加できる場所、音を通してコミュニケーションをする場所、一緒に楽器を鳴らしてハーモニーをみんなで楽しむことを一番大切にしている自由参加のグループです。今までに朝音楽祭、多摩音楽祭、川崎ジャズ、新百合映画祭、ローグス祭り、アカシア夏祭り、介護施設訪問、アートフェスティバル、朝尾サウンド&ビジョンに出演。ニューリリーのサウンドを通して聴いている方々の心に少しでも楽しい気持ちをお届けできれば嬉しいですとのことです。それではよろしくお願いいたします。Thank you.
皆様こんにちは。ニューリリーアンサンブルです。オープニングはカウントベーシーオーケストラからクイーンビーを お送りしました。ソロを紹介します。テナーサックス田辺紀美子、ピアノ竹内翔吾、第10回多摩音楽祭、今回は初めての無観客開催ということで、私たちも不思議な緊張感を味わっております。今回多摩音楽祭では第10回記念ということで、視聴者参加型企画として各出演者ごと事前の投票をお願いして、最もリクエストが多かった曲を演奏するという、これも初の試みです。候補曲は2曲、 When You Are Smiling、 Beautiful Flower、 そして見事選ばれました Beautiful Flower を次にお送りします。投票してくださった方々、本当にありがとうございます。それでは爽やかなボサノバの一曲をお楽しみください。ソロを紹介します。アルトサックス村山誠、
トランペット西垣茜。この多摩音楽祭ニューリリーアンサンブルは第7回から出演させていただきまして、今回で4回目になります。数々のイベントが中止となっている中で、規模を縮小とはいえ開催されたこと、そしてニューリリーアンサンブルへ出演のお声かけをいただいたことに、関係者の皆様へは心から感謝を申し上げます。観覧席にお客様はいらっしゃいませんが、生配信されているということで、カメラの向こう側の視聴者の皆様、最後までどうぞよろしくお願いします。それでは次に、オープニング曲と同じくカウントベーシーオーケストラより、ジャズならではのスイング感を楽しんでいただきたいファンキーな一曲、日本語では気取り屋の意味もあります、ファンシーパンツ。そしてもう一曲、ミュージカルの挿入歌としても悲しく美しく歌われています。私は誰に頼ればいいの、 Who can I turn to。 2曲続けてお送りします。
紹介します。ファンシーパンツ、トランペット大豆あずき、トロンボーン原田彩香、そしてフーキャンアイタントゥ、トロンボーン佐藤裕一、テナーサックス田辺紀美子。本日カウントベーシーオーケストラからサミー・ネスティコの曲クイーンビーファンシーパンツと2曲お聴きいただきました。作曲アレンジャーとして数々の歴史的名曲を発表したサミー・ネスティコ、去る1月17日に96歳で永眠されました。彼が手掛けたビッグバンド向けの曲は600曲以上。これからもニューリリーアンサンブルではたくさんの曲を演奏していきたいと思います。今回はコロナ禍で出演人数の制限がありますが、ニューリリーアンサンブルにはここにいるメンバーの他にもたくさんの仲間がいます。次回の多摩音楽祭は今自宅でリアルタイムで見てくれているメンバーとともに迫力満点の演奏で参加できることを願っております。それでは最後の曲になってしまいました。サックス奏者ボブ・ミンツァーの曲からコンピューター、次回につながる迫力ある演奏でお送りします。Thank you.
正幸、アルトサックス西村貴之、本日はありがとうございました。ニューリリーアンサンブルの皆さんありがとうございました。皆さんの演奏中にたくさんのコメントが、後ろの方でね、たくさんかっこいいかっこいいとか、おしゃれ高級感があるってたくさんコメントが来ていました。代表者の方はこちらにて、インタビューをお伺いしたいと思いますので、代表者の方こちらにお願いいたします。視聴者の皆さん楽しんでいますでしょうか。たくさんコメント本当にありがとうございます。皆さんがね演奏している後ろで皆さんのお顔、あ、今映ってますよ。皆さんありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、とってもかっこいいステージで、今日ねズームやったり、YouTube だったりたくさん見てる人いるんですけども、はい、今日いかがでしたか。いや、 やっぱりあのお客さんがね目の前にいるのといないのとではやっぱりなんかまた違った緊張感があって、はい、いやとても新鮮な気持ちで、はい、あのメンバー一同演奏させていただきました。はい、今日はあのリクエスト投票があったと思うんですけども、今回はどんな点を意識して選曲されたんですか。そうですね、まあ、まずジャンルの違うものを選ぼうかなと思って、一つはボサノバ系、一つはミディアム系っていう感じで、まあどちらが選ばれるかは分からなかったんですけど、まあ僕の予想ではあのミディアム系の方が選ばれるのかなと思ってたんですけど、ボサノバの方が選ばれて、なるほど、ちょっとおーっていう感じでした。なるほど、今日あの接戦だったんですよ。あ、そうなんですね。とっても接戦でビューティフルフラワーが選ばれたということで、はい、ありがとうございます。今日はリクエスト投票者の方からもたくさん質問をいただいておりまして、はい、ビッグバンドを演奏する上で一番大事にしているものは何ですかということです。なるほど、ですね、まあ、結構あの普通ビッグバンドって17人編成が当たり前なんですけど、ニューリリーの場合は、はい、その人数制限かけてしまうとあの参加できない人が出てきちゃうので、その参加人数の制限をなくしてあの参加してもらってるんですけど、やっぱりその大人数でアンサンブルするときに一番大切なのって縦のラインだと思うんですよね。なので音 あの始まりから音の切れ目、その縦のラインを結構意識してあのアドバイスするようにはしてます。なるほど、あの参加型ということで、はい、一番多くてどれくらいの人数が集まった日とかはあるんですか。30人ぐらいですかね。なので普通のビッグバンドの倍の人数ぐらいは集まったことがあるかもしれないですね。すごいですね。皆さん音楽好きがもう集まって演奏されているということで、はい、あの音楽を始めたきっかけっていうのを教えていただきたいんですけども、それは僕のことなんですかね。はい、きっかけ、いや始めたきっかけ、僕両親が音楽関係だったの で、 あの結構生まれた時から音に囲まれてて、はい、あの自然とそっちの道に行ったっていう感じですかね。あ、じゃあこ あのテナーサックス、はい、選ばれた理由っていうのもあるんですか。他にもたくさんこうトランペットだったりとかあると思うんですけど、そうですね、小学校の頃に F1 が好きだったんですけど、はい、その時 あの F1 のオープニングテーマで T スクエアっていうのが、はい、あのバンドで演奏してるんですけど、その曲が好きになって、うん、でスクエアを聞き出してサックスに興味を持って高校のブラスバンドから始めたっていう感じですね。なるほど、とってもかっこよかったです。ありがとうございます。あのコロナ禍で思うような活動ができていないと思うんですけども、はい、練習だったりライブはどのようにされていましたか。ニューリリーアンサンブルではもう練習はほぼほぼ自粛してましたね。もう練習、まあ、とにかく集まることができなかったので、うんうんうん、もうずっとお休みにしてて、で多摩音楽祭に出演することをきっかけに、うん、まあ、少しずつ、はい、あのいろいろ対策をしつつやりつつって感じで、なるほど、で、まあ、今の時期、まあ、ミュージシャンの人たちはもう結構もう演奏する場すらなくなってる感じなので、はい、そうなんですよね。まあ
どこまで耐えれるかなっていうのはみんな同じなのかなっていう感じで、うん、はい、とにかく今はおとなしくしてる感じですね。じゃあ今日はそのコロナ禍でなかなか演奏できなかった、はい、この音楽をやりたいっていうパワーをここにぶつけていただいた感じですかね。なかなかあの普段今ミュージシャンの人たちって自宅で配信したりだとか、うん、そういうことに今スイッチしてるところなので、まあ、これからどうなるか分かんないですけど、はい、まあ、やっぱりあのお客さんの前でね演奏するのは一番僕らにとって自然なことなので、はい、早く日常が戻ってほしいなとは思ってます。そうですね、今日はあのズームだったりね、皆さん視聴者の方、はい、たくさん見ていただいてますが、コメントでもバーにいるみたいだったりとかっていうたくさんのコメントが来ています。ありがとうございます。そんな見てくれている皆さんに、今後の何か PR だったり今日の最後の一言をお願いいたします。はい、ニューリリーアンサンブルはもう誰でもあの興味持っていただければ参加できるあのグループなので、まあ、見学からでもいいですし、まあ、ちょっとまだ今あの集まれない状況が、ね、続いているのでどうか分からないですけど、はい、あの楽器をやってまだ音が出ないっていうのでも気楽に参加できる、うん、あのグループを目指しているので、あのいつでも遊びに来てもらえればいいなと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ニューリリーアンサンブルの皆さんありがとうございました。